ブレスオブファイヤー続きいきます。王様に会いに行きまして、ありがとうと。なるほど、東に行きたいんじゃなと、というね、許可が得られるでしょう。レッドカーペットビタ乗りしていって誰もいない。あ、そうか、まだ体調が完全じゃないのかな。お、どうすか。おっと、あ、まだ気がつかないの。まあ心配だけど、まあ大丈夫だと思いますけどね。おっと、どうやらわしは死ななかったようだな。まあ、いや、そういう感想の言い方なんだな。力がみなぎってきたぞと。そんなになる？なんか前より元気になったみたいじゃん。お父様が元気になったのも、私がこうして無事なのも、みんなテッシーさんのおかげなんです。おお、ちゃんと羽生えてるわ。おお、あなたが。ありがとう、テッシー殿。何かお礼をしたいのじゃが。いや、東と。何？秘密の通路を使いたいじゃと？それだけでいいのか。お安い御用じゃが、それだけではわしの気が済まんな。私からもお礼をさせて。ちょっとやばい、やばいよこれ。旅の仲間はいりませんか？私によければお供します。いや、ありがたいですね。それはいかんぞと。まあ、親心ね。いや、まあ、兵士でもぶっちゃけいいけどねっていう。テッシー殿の足手まといになるぞ。そうじゃのう。いや、大丈夫っす。私も決めたの。ああ、そういうこと。ゾーゴンね。そうや、忘れてたわ、もう。ゾーゴンの存在。ゾーゴンを倒しに行くと。止めるんだったら家出してでも行くんだから。いいな。わかった。行くがいい。じゃが決して無理をするでないぞ。いつでも帰ってくるんじゃぞ。テッシー殿、娘をよろしく頼みますぞと。まあこれね、テッシーがね、まだ幼いから成り立つパーティーですけどね。これは結構年、まあいい年下ね。男女だったらもうそれだけじゃ済まないですからね。まあ、ニーナがね、お姉さん的なね、感じですわ。よし、これで補助がなんとかなると。行きましょうよ。で、秘密の地下通路を通っていくと。やっぱ二人になるとね、全然違いますからね。RPG の鉄則じゃないですけど、2人以上がいい。ドラクエ1とかすごい苦しいですからね。まあレベルを上げればまあそんなこともないけど、ともかく厳しいと。ちょ、いや、聞かないふりしないで。鍵。え、ちょ、ニーナ、これは？ちょ、待って。え、後で開くのかな、これ。もう一回王様に話しかけておけばよかったんかな。地下にある宝箱も持っていくがよい、みたいな。ちょっと端折ったからな。ん？いや、最初のうちのね、宝箱はかなり重要なので、あれ、このモブたちは何も言わねえと。ああ、おう、もう元気、そこにいるんかい。ああ、言わねえぞこいつら。にニーナ様連れて行くのはいいけど、宝箱はダメだと。いや、あれはちょっともう貴重だからと。そういう、あれなん？厳しい。え、
鍵なんかあったかな、ブレスオブファイヤー。まあいいや、行きましょう。秘密の地下通路、地下通路じゃねえわ、通路。あー、いい、これいいわ、この感じ。今までいろんなゲームやってたけどね、この橋渡る、これいいわ、いい、好きだわ。で、南に行けば、あー、そっか、いやー、ちょっとよくできてる。そっかって言ったのが、ベテラン、超ベテランの道具持った兵士が上とか見て回ってくれてたんだね。この後見なくてもいいようにみたいな。全然見てなかったわ。毒の突っ込みしてたから。ほら、やっぱり毒直しといた方が良かったんだわ。上なんかありました？あれ。まあ、一応道があるので、あ、なんもない、ないんでしょっていうのをちゃんとね、見ていれば、ここは移動しなくてもよかったっていうね、そういうことだわな。リーパーいけるか。あー、いけない。あ、違う。テッシー違う。そうじゃねえんだよ。そうじゃねえんだよ。そっちじゃないんすわ。これ、ニーナ、前出してもいいんじゃねっていう。ちょっと前出して。ニーナ、前出して。これ違う。こっちかな。これでええわ。まあ、火だめも当然、高くなるでしょうけど、おっと、お化けキノコ。そんなんじゃないかな。マイコニット。もう完全に。完全に横文字。マイコニット。マイコニットってそういう意味だ。ウリフ、お、めっちゃ高えの持ってる。マイコニットさん、来てくださいよと。もう遠慮なく来てくださいよと。オーク。おっしゃ、ナイス。いやー、そう、いいね。いいね。その、楽しい。いや、なんか豚関係かなって思ったけど、まあ単純にちょっと考えてみた。絶対こっちじゃねえだな、これ。こっちじゃない気がする。あの道なりに行けばよかったかもしれないね。よし、オッケー。どんどん上がっちゃって、道具ね、どんどん上がっちゃってと。道具で回復するのか、魔法で回復するのか、ゾンビだろう。だろうね。だろうね。いや、これはわかるわ。そりゃそう、そりゃそうだわっていう。もう、ゾンビ中のゾンビ、もう。お前がゾンビって言われなかったら誰だよっていう。おっと、イノシシとかがいたけど、これね、あー、ダメか、枯れない。わー、やばいぞ。ここで隊列できんのか。おし、ナイス。これはちょっとね、やばいっすね。ちょ、ギーガンいっとく。これもしかしたら、魔法使うと早く動ける？テッシーの方が素早さ高いでしょ今。でも今ギーガン先使ってくれたよな。これ絶対あるでしょ。巨大な木が道を塞いでいる。テッシーたちは森に入ることができない。
まあいいや、道なりに行こう。ほら、こっちは、あの、オークと戦っちゃいけねえんだわ、まだ。たまたま助かってたけど。そう。魔法とね、話戻るけど、あの、木の実もあるんだ、そういえば。あれ、ぶったたくと、リンゴとかが多分落ちてくるんですよ。はい、で、話戻しますと、道具で回復するのか、魔法で回復するのかと。どっちがいいのかって、私はね、どっちかって言ったら魔法で回復したいタイプなんですよね。まあ理由は宿屋で回復できるから、一緒にね。でこうやって冒険していって、まあ、AP 使っていきますと。で、次の町に着いた時にちょうど AP0 になって、じゃあ宿屋泊まろうって言って泊まって、全部 HP も含めて回復できるのがすごいいいじゃないっていう理由で、ただ道具使うっていう方のね、気持ちもな、まあまあまあ、なんとなくわかるというか、わかる。何かしらの時のために取っておきたいっていうね。えっ、ちょ、やばい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 ですよ。ちょ、待って待って待って。腐ってしまえって、ちょ、腐ってる。なんだこれは。あれか。ベム。ベムの涙。おふったじゃ、いや、万能薬か。ちょ、待って。これ、どういう状況？薬理。あ、治ったわ。薬理結構治るやつ。あ、だから AP5 なのか。毒だけじゃねえのか。いや、腐ってしまえって、具体的によ。あー、間違った、ナイス。これはね、多分皮が干からびてると。いや、腐っちゃうからやめれやめれ。ちょっと二人とも腐ってんのよこれ。超攻撃力ボーン、うっそ、ちょっと待って、え、これ、え、セーブしたところに戻るやつ、え、え、これ、ちょっと待って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 、まあいいや。これそもそも帰れるか問題出てきたけど、これ3791、一応帰れんのか。ちょ、すげえびっくりすることいっぱいよこれ。どう、ちょう、ちょう、いや、腐ってしまえ、いや、あのコンボきつすぎだろ、やばくね、あれ。ちょ、なんかリレミト的なないか。これセイバー、セイバー装備できねえかな。できねえか。いや、ちょっとゾンビのあのコンボ、うわ、超だるだる。これカットしますか。元のとこ行くまでですね。ちょっと、はい、カットします。はい、戻ってまいりました。いやー、あのゾンビ2体やばいですね。ちょっともう朝になっちゃいそうな。あー、すごいね、朝方の描写もあるんだね。まあ、干上がってしまってる村ですよね、多分ここは。
タタール村、森の民の村ですと。これまだ夜だから、あ、やってる、24時間武器屋。うわー、まあまあレイピア、アイアンレイピアがやっぱり売ってないと。ソリミの剣、ソリミの剣は、え、こっちなんだ。細身の剣的なあれじゃなくて、ショートボウ、あー、これが新しい仲間用かな。バンダナ、まあまあまあ、もうしてるけど、ニーナ。了解了解。一旦夜、この夜っぽい時の街の人たちの状況、あ、まあ夜だとやっぱいないですね、あんまり外には。おお、撃ってる撃ってる、すいませんすいません、お仕事中。鍛冶屋に行こうようかね。わしの専門はノコギリだけどよ、森の民は木を切らないから最近はほとんど作ってない。鉄鉱石をも、え、あるあるある、お願いします。ほーいと、あっという間に作るから、そこで見てだよ。あ、長い長い、ほらできたと。おっしゃ、え、他は、お、大きな木でも一発よと。はあ、なるほど、ノコギリ使ってってことか。ちなみに装備はできない、あの木を切れってことですね。いや、でも鉄鉱石ってさ、宝箱から手に入ったんでしたよね。見逃してたらやばかったってことか。北西にある森を見たかい。薄気味悪いだろ、あそこには何が潜んでるかわからんぜ。今から切りに行こうとしてるとこですよね。ほうほうほう、え、テイト行きの船ですか。南に行けばあるはずですけど。見ましたか、干上がった川を。わあ、見た見た、黒竜族が川をせき止めたのです。うわ、やることが、やることがちょっと人間っぽい、人間っぽいというか汚ねえな。とにかくトトール村の村長は宝を黒竜族に渡せと我々を責め立てます。前まではあんなに冷たいことを言う人ではなかったのですが、もう村長変わってんな多分。奴らが川をせき止めた岩はとても大きくて、人の力ではどけることができません。めっちゃでっかい岩だと。なるほどね、これは村長っぽい。おお、いるいる。我々の宝、勇者の指輪は竜の一族に力と勇気を与えるものです。ほう、黒竜族は川の水と引き換えに我々の宝を差し出せと脅すのです。死んでも奴らに渡すつもりはありませんが、そのせいで隣村まで。戦士様、どうかお助けを。まあ、川も遠回しにせき止めた川の岩をどけてくれと、そういうことですかな。テリー、嘆きの森で黒竜族を見たんだ。はい、出ましたね。多分北西の森が嘆きの森ということでしょう。ギリアムと二人で追いかけたんだけど、敵の矢を受けちまってね。もうちょっと具体的に。だから何なんだっていうね、言われちゃうから、テリーさん。ギリアムという単語が出てきましたけど、まあ、おそらくそいつ、ギリアムさんが新しく仲間になる人ですね、確か。まあ見ての感じの狼っぽい、この狼っぽい感じですよ、このモブというか。で、とにかく嘆きの森だと。ノコギリ手に入ったんで、あ、なるほどね、これ
外にいた人たちが中にいても同じことを喋ってくれると。はいはいはい、まあ、とりあえず、こいついなかったぞ。水のあるところで釣るなんて誰でもできるだろう。俺は水がなくても釣ってやるんだ。おわ、いい、嫌いじゃない。そういうことをね、やってみるっていう、ね、干上がった川で釣りをしてみたみたいな。まあまあ、じゃあここがタタール村、トトール村に行ってきましょうか。ちょっと話聞いてきやすよと。また夜になるじゃねえかと。そうじゃねえか、ちょっと夕方になっちゃってるわ。ここはトトール村です。北の方に巨人の墓場と言われる谷があるよ。トトール村はまあ人間の族みたいな、人間の面してるな。南には船の出る町があるんだ。黒竜族が川をせき止めるついでに橋を壊しちゃったんで行けなくなったけどね。黒竜族やってんな、すごいやってんな、幅利かせてるな。ベムの涙があった。でもどうだろう、120か。まあ、とにもかくにも知力の身だよね。知力の身が20回復ですよね。20回復なので4回使えると。知力の身だ、ベムの涙より知力の身があった方がいいと。毒消しも、ベムの涙4回分使えるってことでしょ。30だ、もう絶対知力の身ですよね。こんな毒消しもいらねえと。あ、でそうそう、ニーナがねレベル1上がったんです。今ちょっと見たが、アプリフ覚えました。これが多分ねリリフのちょっと強化バージョン、ちょっともう少し回復するというね。まあドラクエで言うとベホイミですね多分。森の民を先頭にすると森をスイスイと進むことができるよと。そういうことでございますと。川の水がなくなっても大丈夫、ランララン。え、なんで川の水がなくなったのにどうしてみんなこんなに明るいのでしょう。答えは水の代わりにお酒を飲んだからですと。なるほどね。いや、やべえと。とりあえずやべえと。北にある巨人を見たかね、でっかいじゃろうと。お前も酔ってんなと。巨人のことを詳しく知りたければうちの村長に聞くといい。と言っても最近村長は様子がおかしいからの。もう完全に別人ですね村長。そしたらもう黒竜族に乗っ取られてますな。村長の体も魂も。まあでもね、現実にそんなことあったらそんなこと考えないもんね。乗っ取られてるとかね、まあ、病気になったとかはちょっと思うぐらいか、リアルだったらね。でここが村長でしょう。おかしいな、嘆きの森の近くで村長を見かけたんだけど、村長はちゃんといるしな。お前で入れ替わってるじゃん絶対絶対入れ替わってるわ。巨人の動かし方、そんなものは知らぬ。巨人なぞ動かなくともタタール村のやつらが勇者の指輪を渡せば済む話だ。なぜわしらまで巻き込まれるんだ。まあまあ確かに言い分としてはそういう感じだろうな。
隣村には私の婚約者がいるのですが、この騒ぎが収まらないと会うこともできません。うわあ、そういうのも絡めてくると。ということはノコギリ使って嘆きの森行ってこいと。でギリアムと協力してこいっちゅうことですわな。宿屋泊まったんで、あ、知力の実5個ぐらい買いましたっけ。ちょうど5個か。ああ、まだあるか。まあ大丈夫でしょう。行ってみましょう。入り口までね。でここの北、これが岩ってことかな。あ、こいつは一回戦って雑魚でした。いやだからあのゾンビやべえよな、あいつやばすぎでしょ。これ2位な、やっぱ後ろかな、これ岩なのかな。まあいいや。いやゾンビ最強っていうね。いや500とかそんな食らう、防だから防御と攻撃が両方下がっちゃうってことですよね、腐っちまえって。まあまさにその通り、まさにそのまま。あんなコンボ食らうとは思わなかったっすからね。かわいい、綺麗に5002人とも食らってましたからね。おかげでアイテムで回復するのか魔法で回復するのかの話をずっとしてない。道を塞ぐ大木にノコギリを食い込ませた。面白いように木が切る。やばー、なくなっちゃう。シャコシャコ言ってる。つい、いやいや、まあそうなるけど。鍛冶屋のおっさん。いや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 、すげーのくれたな。ということで、ここがおそらく嘆きの森でしょう。はい。次回、嘆きの森を突破していきたいと思います。テッシーでした。失礼します。